ほら吹きじじめ、今日は降らねえって言ったじゃねえか。汚染される前に撤収すっぞ。返事がございませんね。あの発掘バカはまたなんか見つけたか。時矢さん、これボンキュッポンのいい女でもいたのかよ。メイガスかみたいです。見たことねえデザインだな。戦闘タイプか。そんな物騒なものこんなところに放置しませんよ。どうせぶっ壊れてんだろ。外傷はなさそうです。ルト、コーピンを回せ。ただいま。この雨だ、そりゃ出るよね。お待たせいたしました、おっちゃん。ああ、水足を呼びやがったか。カナダ、キャリアに逃げ込め。ああ、持って帰っても動くとは限んねえぞ。しょうがねえ、時間は稼いでやる。うじゃうじゃ湧いてきやがら。ガナダ、そっちはどうだ。 OK です、キャリアを出します。
どうぞどうぞ。やっぱり壊れてるんだよな。チェックしてみるか。どうやって脱がすんだ。あ、すごい。どういう仕掛けなんだ。これはチェックだから。ブルーシストに汚染されてたら大変だし。カルタ、100回止めて100回失敗してる。101回目は正解アバンチュールに誘ったけど101回断られてる。時男とその日暮らしじゃこの先どうなるか分かんないよ。アバンチュールに来ればベガスとお見合いして最新型のコフィンにも乗れる。なりたいんでしょ、ドリフターに。俺はエリーみたいにうまくはできない。102回目もダメみたい。の都市イストアールの手がかりになるかもしれないと思って。へえ。今度は私があなたを楽園にお連れします。はい。あら大胆、やっぱり1回戦は終わった後だったんだ。エリー、エリー、だからこうなる前に押し倒せって言ったのに。エリー、初めまして、カナタと言います。今日は穏やかな青空が広がり、夜まで晴れの天気が続くでしょう。本日のブルーシフト濃度は、ドリフターの皆さんは安心してお出かけください。市長局め、つまらん予報を流しよって。しょうがないでしょ、嘘は言えませんから。わしは心躍る嵐を待っとるんだ。シルバーストームですか。そんなエンダーズ本当にいるのかな。ん、気のせいか。本日のブルーシート濃度は1302米米、エンダーズ発生確率は 0% です。やつでさ、ここどこですか。え、ああ、ロックタウンだよ。私は誰ですか。わからないのか。記憶回路の故障かな。あなたはカナタ。それは覚えてくれたんだ。それは何ですか。洗濯機だよ。新月の涙で滅んだ旧文明のやつだけど、俺そういうのを集めてて、いつかは
イストワールにも行ってみたいと思ってるんだ。イストワール、新月の涙以前に存在したと言われてる幻の都市、別名楽園。おとぎ話だって笑うやつもいるけど、俺は絶対にあるって信じてる。彼方、何？洗濯機って何ですか？おい、色男、足元ふらついてんじゃねえや。まだ一滴も飲んだ気がしねえな。酔っ払いが言うやつ。で、今日は何かけんだよ。決まってるだろ。マリアさんに愛を語る権利だ。何よろ。仲がいいんだか悪いんだか、うちにとっちゃいい客だな。ですよね。どこに行くんですか？マリアさんとこ。俺の機械いじりの師匠みたいな人で、メガスにも詳しいから、君のことも何かわかるかもしれない。私の可愛い妹エリーを嫁にやるから許してよ。で、彼女、あんたを男にしたっていうメイガスは誰が？そんなことアンジェが面白おかしく言いふらしてるよ。あのおしゃべりメイガスにしても本当に見ない方だね。自分が誰かも分かってないんです。その上何にもできないし。何にも？服はちゃんと着れないし、メイガスなのに非力だし、こけるし。何ならできる？私、何ならできますか？というありさまなんです、システムをスキャンします。システム正常、システム正常、システム正常。だってさ、ポンコツなのに。大体女をポンコツ呼ばわり？男として最低ね。最低ないから。あの、メイガスって何ですか？こいつ、我々メイガスは人の良き隣人です。にしてももっとマシな服はなかったの？男女体なもので。仕方ないわね。うちの女子とお揃いだけどいいだろ？本に行きます。マリアさん、よかったね。いいやなと。エンダーズの大群、予報が外れた。真剣な嵐だ。息子たち、お客さんだよ。エルスパン、
3年前エリーに内緒で受けたんだよ、アバンチュールの採用試験。才能ないって言われてさ。その時時代さんが見習いとして俺を拾ってくれたんだ。まだ世界はドリフターとしてのお前を必要としてないのかもな。この先もずっとそうかも。辛気くせえこと言うなよ。抱きしめんぞ。彼方知ってるか、ドリフターってのはな、本当になりてえやつだけが。ここで待ってて、行ってくる。ひでえな。関節部が摩擦熱によるひび割れを起こしていますね。機体が彼女の反応に追いつかなかったのでしょう。話に聞くゼロ型ってやつかもしんねえな。崩壊前のアメージアで製造されてたメガス、ノアルがそうなんですか。だったら面白いだろ。ノアル、何にしてもだ、ドリフターをやろうってのにコーフィンがオンボロじゃ閉まるね。でもパーツを買おうにもそんな金。だったらドリフターらしくお宝探しに行けば。マリアさん、うちで余ってるパーツ使えるの使って。助かります。全然足りてないけどね。つけた遺跡はどう。前に乗ってたコフィンが落ちてるかもよ。彼女の記憶と一緒にね。なんでついてくんだか。あんたらだけじゃ不安だからね。なんだと。あの二人って前に何かあったの。
男と女はいろいろです。反応あり。行くよ。足回りも本物だ。だとすると彼女は本当にゼロ型かもしれません。中身はどうだ？ダメ、何のデータも残ってない。分かったのはこれだけ。ああ、パスカル。男ね。女だろ。パスカルって名前覚えてる？分かりません。それとこれ、シートの下にこんなものがあった。お、旧文明の記録装置かな。ノワールのマスターの記録が残ってるかもね。ん？お姉ちゃんは？カナダさんたちとお出かけになられました。カナダと？心配？別に。お？を仕切るレッピオーラファミリーよね。こんな田舎になんのよ。あれってアバンチュールの元副隊長さんじゃない？ランゲ。2年ぶりか。いや、今日も働いたぜ。カナダ、飲みに行くぞ。ムートン、あとは頼んだぞ。かしこまりました、おっちゃん。ちょっとちょっと、私は誘ってくれないの？出禁食らってんだろ。店の酒一人で飲み干しやがって。マリア、いいところで会ったよ。頼まれてたメイガスが届いてる。受け取んな。またメイガスを増やすんですか？ロケット開発の人手はいくらあっても足りなくてね。マリア様、本日よりお世話になります。こちらこそ、よろしく。なんなりと、マスター。ああやって我々はマスターとの契約を結ぶのです。ノワール、これ持って帰ってくれる？ほら、行くぞ。これはどこに置けばいいですか？奥の部屋の机の上がよろしいかと。少し片付けた方がいいですね。こんなところですかな。どうしたらあなたのようにできますか？もともとできるのが我々メイガスなのですが。私もメイガスなのでは？記憶が戻れば、もしかしたら。記憶？帰ってもうじうじ考えるだけだろ。ノワールも記憶を取り戻したいんじゃないかとか、記憶が戻ったらマスターのところに帰っちゃうかもとかな。俺はそんな。すまない。あれメイガスじゃねえ。もっと始まってくれよ。ビミ、おかわりを。はい。まだ残ってんじゃん。これよ。私は月に一度は食べられるし。何張り合ってるの？野菜をご馳走しましょうか？いいのか、姉ちゃん。俺にも食わせてくれ。さあ、お食べ。何のまねだ。人生の負け犬で餌を分け与えているのよ。なんだと？叫んなてめえ。おっと、マジで生野菜をおごってくれんの？じゃ、ありがたく。
うんまっ。お見事ですわ。バカラネストのサーカス団を紹介しましょうか、タキオさん。ああ、お前、ドルチェが。えらく雰囲気変わったな。メイガスマスターに合わせて変わるものですのよ。もしかしてランゲも帰ってきてんのか。そ、噂をすれば。手を差し置いて、何勝手に遊んでやがる。マスター、里帰りは堪能されましたか。相変わらず最低ネストだぜ。生野菜だけは美味です。マイケルの実家が作ってる野菜なんざ、クソくらいだよ。う、時を久しぶりだな。誰だったっけ。ランゲだよ、さっき自分で言ってたでしょ。なんか身なりは良くなってるけど。マリアにしつこくつきまとった挙句、マイケルにボコられてロックタウンを追ん出されたランゲ君か。俺も今やバカラネストを仕切るネッピオーロファミリーの幹部だ。昔の小さい話を水に流してやる。アバンチュールをクビになったあんたが今さら何の用。お、誰かと思えやエリーか。ガキが散った女らしくなったじゃねえか。出てくんじゃねえよ。カナダは立派なドリフターよ。メイガスだっているんだから。そのメイガスはさぞかし不満だろうよ。こんなヘッポコがマスターじゃな。カナダは中型エンダーズを一人で倒したんだから、ヘッポコなんかじゃない。こいつは正真正銘のヘッポコさ。なんだってアバンチュールの採用試験で歴代最低のスコアを叩き出した、ある意味天才だからな。元副隊長の俺が言うんだから間違いねえ。なんならその運の悪いメイガスを引き取ってやろうか。もっとマシなマスターを俺が探してやるよ。やはり液体肥料を変えて正解だったな。ん？誰か死んだのか。空気読めねえバカが来やがった。行くぞ。今のは誰だ。2年2ヶ月と5日前にマイケル様がゴミ止めに捨てた。よし、仕切り直しだ。彼方のドリフターデビューに乾杯すんぞ。で、あれ、彼方は。おい、彼方。彼方。壊しちゃってごめんね。彼方、帰りましたか。ああ、ただいま。これ。ありがとう。でも先にこっちをやりたいんだ。修理始めますか。うん。ではお手伝いいたします。助かります。私は何をしますか。危ないから下がっててね。に睡眠は不要なのですが、カナタ様も少し休まれては。俺はヘッポコでもさ、コフィンの性能だけは追いつきたい。ではもう一踏ん張りですな。フレーズ昨日から72回目。だってカナタアバンチュールの採用試験落ちてたのに、私何度も受けたらって。ああもうくよくよしてないで行くよ。どこに。カナタのところに決まってるでしょ。もう直したんだ。ノアル。ノアルがどうかした。いないんだ。拾った記録装置もなくなってて。やっぱり知りたいんだな、自分の過去やマスターのこと。あ、私探してくる。じゃあ手分けして探しましょう。助かる。これ動かせませんか。悪いが修理は専門外だよ。買って売るのが私。まったくろくなもんがねえな。ん、はぐれメイガスか。冗談だな。よう、何かお困りかい。これ直せませんか。はあ、なんだよこのガラクタ。それはカナタのです。カナタ。この子なのでは。カナタに嫁いだというメイガスは
本日のブルーチェストノードは1112米米、ペンダント発生確率は本日まったくけしからん。気象局は嵐の予報出せんのか。気合がたらん。そんな無茶苦茶な。あれいた？いない。別のブロックに行ったのかも。ノアール、なんでランゲのキャリアなんかに。何してんの？早く追いかけないと。カナダ？ランゲの言う通り、俺なんかより優秀なマスターを見つけてもらった方がノワールのためなんじゃ。何言ってるの？俺にはノワールが自分の意志でキャリアに乗ったように見えた。相手はランゲよ。騙されてるに決まってる。正直に言うよ、俺はノワールの記憶が今のままの方がいいと思ってたんだ。そんなひどいやつなんかのそばにいない方がいい。言い訳あるか。それでノワールとずっと一緒にいたいってことじゃない。急いでコフィンを直したのだってそのためなんでしょ。素直になんなさいよ。時代ならきっとこういう記憶が戻った時のことはそん時考える。はい、準備しろ。カナタ、風に乗るぜ。やった。ご機嫌ですね。これでボスにも面目が立つってもんだ。騙されているとも知らないでバカな子。カナダなんかよりいいマスターを見つけてやるよ。高値をつけてな。言葉にしてちゃんと伝えられたなら、涙の訳も無邪気な笑顔も何より大切に覚えてるから。私はシエル、あなたは？ノワールです。カナタが名付けてくれました。あなたのマスター？カナタはカナタです。そう、それは大事なもの？はい。古いカメラみたいね。治りますか？これ壊れてないよ、多分バッテリーが切れてるだけじゃないかな。どうすれば使えますか？これで充電しちゃおうか。今のは何ですか？きっとあなたにもできるわ。後方より接近する大型物体あり、映像を出します。あのコフィンはジョンガスメか、ドキオか。キャリアさんのこれ絶対ヤバいですって。カナダもテンション上がってんな。メイガスを取り返しに来たか。攻撃開始、追い払え。Yeah.
かりました。信じます、カナタ。諦めて俺の兄貴だ。記憶は絶対に探し出すよ。必ずマスターのところに返してあげるから。私、帰らないといけないですか？帰りたいからこれを持って出て行ったんじゃないのか？記憶が戻れば、掃除も洗濯も修理も手伝えるようになります。それって俺のために？何もできなくてもそばにいていいですか？できるだけ長くそばにいてほしい。はい。ご機嫌だね。まあやっとこそカナタをデートにじゃなかった。仕事に誘えるようになったんだから無理もないか。うっさい。出かけるの、エリー。今夜はエンダーズ警報が出てるから気をつけて。またまた、どうせ外れる予報でしょ。アマチが来るぞ。いつも元気ね。嵐はともかく、一雨来そうだから装備を忘れずに。はいはい、ありがとう。カナタいる？マイケルから任された美味しい仕事が。あれ？これはどういう意味でしょうか？ん？カナタとちょっくらディザイアに繰り出して、ボインボインとよろしくやってくっから、あとよろしくな。ディザイアってあの？はは、そういうこと。ボインボインとは？んなこと知らなくていいから！もう何考えてるの、トキオは！アンゼ、ノアル、今すぐキャリアにカナタのコーヒー乗せて！どこ行くの？もちろんお仕事よ。でもその前に、カナタを迎えに行かなきゃね。ラジャー、ディザイア。快楽都市ディザイアネスト。生と死が隣り合わせの世界でディザイア、まさに地上の楽園だ。言うなればカナダ、お前が夢にまで見たイストワールだ。夢を汚された俺と夢仲間に果てた父さんと母さんに謝ってください。どこへ連れ出すのかと思ったら、まさかこんな。晴れてドリフターを名乗れるようになった弟分への祝いだ。金の心配はすんな。それに初めてでも安心ないい店紹介すっからよ。いや、初めてっていうのはやっぱりこう好きな人と。カナタ、俺はお前にだけは一生の後悔なんてもう背負わせたくないんだよ。悪いことは言わねえ。初めてはプロに任せるんだ。今まで一度も見たことがない真剣な顔するほどの何があったんですか？何を争ういい店だぜ。おいっと、おっと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 。あら、かわいい坊や。一名様ご案内。いや、あのセクシーキュートな女神様にイストワールまで連れてってもらえよ。だからその言い方やめろや。そんじゃまあ、俺も別の店でお楽しみといきますかね。お
供いたしますぞ、坊ちゃん。ムートン、お前キャリアで待ってろって言っただろうが。ふざけんな。保護者同伴で色松とか、どんな罰ゲームだ。おにごっことも久しぶりですな。このムートン、喜んでお相手を務めましょう。ちげえよ、ついてくんな。もうこれだから男ってのは。ごめんね、ノワール、無理やり付き合わせちゃって。エリーが焦るのも無理ないのよ。子供の頃からのボーイフレンドの低層の危機だからね。そういうんじゃない。子供の頃、あ、うん、幼馴染なの、私とカナタ。昔から全然変わってないよ、カナタ。頼りなくってヘッポコのくせに、自分の夢に関してだけは絶対曲げないの。だからありがとね、アイズのメイガスになってくれて。過去とは大事なものですか。え、私には過去のデータがありません。それでもカナタはそばにいていいと言ってくれました。だけどエリーはカナタがあった方がカナタの役に立つのでしょうか。役に立つとかそういうんじゃなくて、なんて言えばいいのかな。お話の途中で悪いんだけど。何？そのなんかいる。シュヌーと申します。もう人間かと思ってびっくりしたじゃない。こんなところを一人歩きなんてメイガスだって危険よ。今は夜ですから。いやいやいや、夜でもエンダーズが出ないわけじゃないし、たちの悪い野党連中だっているし。拾っていただき感謝いたします。ディザイアネストまで行けるとありがたいのですが。ディザイア？なんでまたディザイアなんかに。マイロードが私を忘れていきましたので迎えに参ります。忘れた？メガスも？これだから男ってのは。マイロードって随分大層な呼び方だけど、相棒を忘れるとかどんな王様よ。あの方は剣です。は？折れず曲がらず、いかなる障害と相対しようと正面から切り伏せ貫くまっすぐなお方。その分背後が隙だらけなので、やるならそこです。え？あなたは？私はノワールです。あなた、私を知っていますか？いいえ。海のお武蔵に女神。お待たせしました。16番のお客様、ご案内いたします。どうしよう、ドキドキが止まらない。初めてか。我もだ。え？18番の番号札をお持ちのお客様、ご案内いたします。ふむ、ロックダウンから来たのか。彼女は腕利きのドリフター揃いだと聞き及ぶ。そうなんですよ、特にトップチームのアバンチュールが有名なんです。まあ俺はドリフターとしては才能なしのヘッポコなんで、そこの試験に落っこちたんですけどね。だが貴様は諦めなかったということだな。え？違うのか。諦めなかったからこそ貴様は今ここにいるのだろう。確かにそうだ。俺を認めてくれる人や励ましてくれる人たちがいるから、今でも俺は夢を追いかけていられる。何か？あ、いや、最初はその構えてたんですけど、話をしてみたら案外気さくで、意外というか、なんというか。ふむ、
なぜかわからぬが、部下にもよく言われる。我は誰に対しても心を閉ざしたことなどないのだが。そうなんですね。この店についても部下より聞いた。運命の女神が我らを楽園へと導いてくれると。楽園？女神？どこにでもいるんですね、そういう人って。うむ、我が身一つで大事はなせ。感謝せねばなるまい。え？だよ。無事だといいわね、カナタ。の、お初。別に初めてならいいってもんじゃないし。エンダーズ反応確認。ああもうこんな時に限って予報が的中するんだから。ゲイザー3、ゲイザー30前後、進行方向はディザイア。結構な数ね。ディザイアの警備隊もすぐに出てくるだろうけど、それでもこの数相手はちょっと辛いかも。ノアール、あなた運転できません。捨てた。シュネできます。ナイス。アンジェ、キャリア止めて。了解マスター。エリー、いかなる時においてもエンダーズの脅威から人々を守る、それがドリフターの流儀なの。警備隊が相手をするから二人はネストに避難ね。ノアールは彼方にコフィンを届けて。オッケー。しますか。彼方を探します。でもどこにいるか分かりません。それならまずはマイロードのもとへ。あなたのマイロードはどこにいるか分かりますか。はい、マイロードは私から離れてはいけない人だから。お待たせいたしました。21番の番号札をお持ちのお客様、ご案内いたします。覚悟を決めよ。臆する言われなど微塵もない。あなたに言われると本当に楽園がある気がしてきました。心置きなく行くがいい。我も後に続く。はい、行ってきます。この警報はエンダーズの襲来か。マイロード、シュネーか。なんでここに。あ、いや違うんだ、俺は時代さんに無理やり連れてこられただけで。外でエリーが戦っています。エリーも来てんの。戦ってるって。ドリフターの流儀だと。あの子も一緒です。コフィーも持ってきたのか。だったら俺も。はい、行こう。ノアル、ありがとう。シュネ、気をつけて。部下より情報を得て、一刻も早く女神を確保すべく単身で出た。大義のためだ、許せ。それはご情報でした。この地に女神、鍵の存在は認められません。確かだな。ご情報でマイロードのお手を煩わせた者には24時間耐久スクワットの懲罰を与えました。そうか、ならば我も出よう。ギルボーンは？無論共にある。次からは私もお連れください。オンミは世界の担い手なのですから。心得ている。この身は婿の民を守る剣であると。御心のままに。アンジェ、姿勢制御が甘いって。エリーが雑すぎるの。私も手を焼くこのジャジャ馬を、彼方は乗りこなせるのかしら。今そんなの関係ないでしょ。警備隊の状況は？ゲイザー1体とチェイザー1ダースほどを相手に前線ってとこね。つまり私たちの相手は残りの雑魚のもと。ビッグゲイザー2体。楽な仕事じゃないわね。ぼやかないぼやかない。いきなり白馬の王子様とはいかないか。そんなの期待してない。一緒に戦えるだけで十分。初めての共同作業ね。一人じゃないんだから、高速突撃波無理に両方やろうとしないの。あ、うん、
くりお話ししようか。はい。じゃあ援護お願い。私が中型に切り込むから。ああ、分かった。ノワールが一緒でも今の俺にできるのは援護が精一杯だ。ピターになってみせる。はい。しないと意味が。寂しいこと言うなよ。もっと甘えてくれてもいいんだぜ。ただの暇つぶしだよ。口も手も出さねえから安心しろって。ノワールも最低限のナビゲーションだけでいいから。私俺自身が強くならないと。ほんとまっすぐだよな。あのゴーツクババアも甘くなるわけだ。どうやら早速トレーニングの機会に恵まれたようですな。出よ、ノワール。はい。
出さないで。やるんだ。俺がこの距離でまず数を減らす。左。タイヤのくせに。新米ドリフターを見つけたってわけだ。まあね、がっかりした？いえ、納得しました。変に持ち上げられるよりはよっぽど気が楽です。もっとうぬぼれ屋でもいいと思うけど。でもそういうの嫌いじゃないわ。報酬は山分け。大きさだけじゃなく見ての通り純度も高いから、捨て値で売ってもしばらく遊んで暮らせるわよ。それにしても随分と丁寧に作業を進めておられますが。だよな、なちまちまとやらねえで、寄ってきたエンダーズごとここら辺一帯をぶっ飛ばしちまえば一発だろうに。そうしたいのは山々だけど。
フラムがここは気に入ってるのよね。できれば無傷のまま残しておきたい。うん、楽しい？ノアール。よくわかりません。でも白くて愛らしくて好きです。クラウディアさん、この話乗ります。交渉成立ね。じゃあ食べながら作戦を立てましょう。結構は夜、理由は説明するまでもないわね。夜はエンダーズオフにした時点からミッションスタート。すると10分もしないうちにエンダーズが寄ってくる。それを警告で足止めしている間にもう一機のコフィンが栄養結晶を採掘するっていう手はず。シンプルすぎて作戦というほどのものでもないけど。いえいえ、シンプルイズベストと申します。さて、そうなると足止め役と採掘役をお二人でどう分担するかですな。それなんだけどね、ルートがもう一つ。ええ、地形的に分かりにくいんだけど、こちらからエンダーズが来る可能性もゼロじゃないのよね。しゃーねーな、そっちは俺が見張ってるよ。頼んでいいの？何暇つぶしさ。そんくらいなら訓練に水を差すことにはならねえだろ。トキオさん助かるな。あとは私ね。弾薬が多少心もとないけど、あと一戦ぐらいならいけるか。あの何？メインルートの足止め、俺にやらせてもらえませんか？夜だと言ってもそれなりの数を相手にすることになる。命がけよ。分かってます。了解、任せたわ。昔を思い出しますな。昔からジジイだろお前は。いいえ、坊ちゃんのです。あ、この子の名前はグレン忍び。風と空中の強い味方なんだよ。カナくんちの子はすごく強くて怖いけど、豆だけはマジ勘弁なっていう大昔の生き物。オーガ、強いオーガならあの子たちを守ってくれるね。いつまでもあの子たちが無邪気に笑っていられますように。無邪気。大昔には花言葉ってあってね、白いデイジーの花言葉は無邪気なんだって。ノワチンにはお似合いだね。でもフーにはもう取り戻せないものだからね。なんて、記憶回路フォーマットしちゃえばいくらでも真っ白になれるんだけど。メーガスだもん。はい、守ります。わあ、私は何を言っていますか？変な子だけどいい子だね、ノワール。あなたがずっとそのままでいられますように。すごい、ほとんど治ってる。コフィンのメンテまでしてくれるなんて、お礼を弾まなきゃいけないわね。仕事の成功率を上げるための応急措置です。武装や可動部の摩耗してる部分は後日しっかりとメンテを受けてください。特にこの辺りもう限界に近いです。新品に交換しないと。間に合わせだとしてもこの短時間でここまで理科。ノワールのメンテも自分でやっているの？いえ、それはまだ。フラムもそうだけど、ゼロ型のメンテはアメージアレベルの技術とパーツが必要になるから、かなりの出費を覚悟してね。え、ノワールがゼロ型？知らなかったの？かもしれないとは聞いてましたけど、本当にそうだったとは。フラムが言うには、ゼロ型同士はお互いに識別できるんだって。気をつけてね。力ずくでゼロ型メイガスを奪おうとする奴らもいるから、ノワールを守ってあげて。はい。
ジリはともかく、ドリフターとしてはヘッポコなんですよね、俺。どうしてドリフターになろうと思ったの？それは伝説のイストワールに行くのが夢で、この話をして笑わなかったのは時代さんとあなただけです。羨ましいわ。あなたには夢も技術もある。故郷を飛び出した時の私には何もなかった。クラウディアさん、彼方ドリフターは自由よ。戦い方も生き方もあなただけのもの。だからあなたらしく戦って生きて。これがメンテのお礼。今夜はよろしくね。ほんと自由だよな。俺らしくか。はーい、いい夜ね。採掘作業は順調。でもそろそろ邪魔が入る頃合いよ。みんな、しまってこー。ん？これ、ノワールが？はい、嫌でしたが。構わない。こういうのも自由だよね。ナビを頼む、ノワール。はい、もちろんです。エンダーズ接近。昼間と同じタイプが7、中型が1。中型もいるのか？行くぞ、リベンジだ。ここまでは昼間と同じ。ギルソーンに誘導成功。起爆。追っ始めたようだな。一度目の失敗を糧に次の策を打つ。坊ちゃんも見習われては。うるせえ。まあ、あいつの取り柄ではあるよな。動きを封じる。焦らずに一体ずつ片付ける。時は油断した方が悪い。これもまあドリフターの流儀だな。いささか高い授業料でしたかな。そうでもないですな、ノワール。はい、素敵なものをもらいました。え、これからもよろしくね、デイジー・オーガ。必要です。
フードプリンターのカルシウムトナーが切れかかってるから補充しておこうか。カナタじゃねえか。え、初仕事で美人のドリフターとよろしくやったんだって。はあ、タキオに聞いたぜ。こんなボインボインに手ほどきを受けたんだってな。ボインボイン、なんなんですかそれ。情報がねじ曲がって伝わってますから。お前もついに男になったか。めでてえじゃねえか。おごってやるから付き合え。遠慮します。トキオさん、また適当なこと言いふらして。そういうの覚えなくていいから。ボインボインという言葉を聞いたのはこれで12回目です。彼方にとって重要なファクターではないのですか。違う。でけえ、ツンとも半端ねえ目の保養だ。こりゃめったにお目にかかれない超物だね。ノワール、あの結晶は。はい、タドラの谷ポイント13で採掘されたものです。報酬だ、受け取んな。え、早速また会えたわね。クラウディアさん、フーも一緒だよ。カナくん、なんかご機嫌斜めってる。やっぱり怒ってる。いえ、一応自分の中では終わらせた出来事だったんですが、まさかこんなすぐに再会するとは思ってなかったんで、戸惑いを隠せないというか、なんというか。はい、フランも元気ですか。うん、聞いてないし。夢の話の続き釣れないのね。ドリフターのスキルとか処世術とかアドバイス聞きたくない。もうその手は食いませんからね。アドバイスなんかいりません。急に一人前な口を聞くようになったわね。私の評価じゃ今のあなたたちはとても一人前とは言えないわ。どう、お話ししていく気になった。どうやったら一人前のコンビになれるか知りたいでしょ。結構です。残念ね。でもせっかくだからちょっとだけ教えてあげる。うん、こんな風にドリフターとメイガスが、身も心も深いところでつながって一つになるの。え、一つになる。やり方は。何を言い出すんですか。あら、自信ないの。だったら初めてでも上手に一つになれる場所があるわ。え、迷路の遺跡フェズ。その迷路でいくつもの選択を経験し、無事に抜け出した二人は永遠に結ばれると言われている場所よ。ああ、とか適当なこと言ってたけど、迷路を抜けたくらいで強くなれるわけないよな。カナタ、フェスには行かないのですか。え、うん。カナタは私と一つになりたくないのですか。え、いや、そういうわけじゃ。では、なりましょう。一つに。何をどうすれば深いところでつながる。長年一緒に暮らしている夫婦は似てくるっていうよね。一つになるための方法だよ。夫婦って同じものを食べて同じように生活しているから似てくるって説があるんだ。似るってのと一つになるってのは近いと思わない？だから。わかりました。うん、私とカナタは今日から夫婦です。ん、ああ、どうしたんだお前ら。いや、そのなんていうか、私たちは夫婦になりました。え、いつから。17分と20秒前からです。ほほん、その顔やめてください。これは生まれつき。あ、なんで。カナタ、水分を摂取しましょう。え、あ、うん。一つになります。トキオさんとムートンさんのように。あ、使ってないダブルベッドがあったよな。はい、ストリングの良いものが。ちょ、いりませんから。一緒にお風呂入らない。あれ、いや、むしろ入るのか。どうなんだ普通。
じゃあおやすみ。私と一つになりたくないのですか？私はなりたい。そして一人前のコンビに。わかった。最初の一歩をどこに置けばいいのかぐちゃぐちゃ迷ってんのさ。なのどこでもいいのにな。じゃ飲みに行ってくるぜ。坊ちゃん、お耳に入れておきたいことが。お、このところ何者かによるゼロ型メイガスの襲撃事件が多発しているそうです。おお、そりゃまたダメだ。強いドリフターになりたい、それだけなのにな。行きましょう。迷路の遺跡、フェズに。あんな話を信じるのか？強くなりたい。この気持ちは一つです。行くように仕向けたわ。あとはご勝手に。終了。フェズに行ってくる？あんな何もないところに？行けば強くなれる。そうそそのかしたのは例のご婦人のようです。あのバカまた引っかかったな。フェズ？フェズって言えば一緒に迷路を抜けたら声が成就するっていうデータスポットじゃない。やっぱりあの二人は青春だね。行くぞエリー。え？マイケルも呼べ。面白いことになりそうだ。ただの遺跡にしか見えないけど。迷路っていうか普通の街だな。マッピング機能は解除しています。勘と記憶だけで街の反対側へ抜けてください。わかった。行き止まりだ。この道はさっきも通りました。うん、思ったより難しいな。え？いきなり撃ってきた。なんなんだあいつら。なんで攻撃してくるんだ。危なっ。
リア。噂には聞いてたけど初めて見た。違う、なんであんなのに狙われてるんだ俺たち。口を聞いてあげます。生意気ね。その話詳しく聞かせてくれる？
局何だったんだあいつら。わからん。な、ムード。さて。はあ、セマリアに頼めばいいって。クーチンはあんなヘッポコの話信じてんの？デイジーオーガの彼方とノワール。また近いうちに会えそうね。落とし前はつけたんだな。俺なりに。そうか。あのさ、二人はフェズのメールを抜けちゃったの？いや。だったらさ、カナト、私と一緒にメールをしない？別に嫌ならいいんだけど。いや、嫌とかじゃなくて。それは無理です、エリー。みんなが大暴れしたからもう迷路じゃなくなってるし。なんだよそのシンクロっぷり。ああ、降ってきちゃった。カナタたち大丈夫かな。傘でも持って迎えに行く。噂をすれば雨宿りして帰るから遅くなる。雨宿り？どこで？位置的に考えてあそこしかないわね。まさかまたリザイア？あそこよりは健全だけど、もっとタチが悪いところ。そう、ここはバカルネスト。愛と欲望が渦巻く。ここではありとあらゆるものが賭けの対象となる。掘り出した栄養結晶をコインに変えて。これを元手にしょっぱかった今夜の稼ぎを数十倍に増やす鉄寸法だ。雨宿りもできてまさに一石二鳥。カナタ、お前の取り分だ。それを元手にお前も一発ドカンと当ててこい。じゃあな。一発ドカンですか？はあ、バカラネストね。どうせ時をのことだから今日の稼ぎを数十倍にとか言ってるわね。アウトンがついてるし大丈夫と信じたいけど。いいだけ、その逃げ。いいぞ、そのまま。負けた。そう、この最後の一枚。お待ちください。ここは私めが。久しぶりに腕が鳴ります。お、恐れ入ります。グミの半分。聞いたわ。素敵なマスターなんだって。え？私はシエル。ご覧の通り歌を生業にしているの。よろしく。それ何か映ってた？データは空っぽでした。これはカナタが撮ってくれた写真です。ふん、撮った人の思いが映ってる。ノワールはカナタに愛されているのね。え？カナタは
私を愛していますか？何言ってるんだよちょっぴり嫉妬しちゃうな。マスターとの思い出の一枚、懐かしいと思う日がいつか来るわ。懐かしい。マスターは？私はまだマスターがいないの。まだ決まってないってこと？珍しいでしょ、こんなメイガスもいるのよ。だから今はこうして歌いながら旅をしている。いつか素敵なマスターと巡り合うのが私の夢なの。その夢叶うといいね。ありがとう。私はまだステージがあるから、今日は二人で楽しんでいってね。1、2、3、4、5、6。え、実家がハリケーンの被害に遭って一番。お前らイカサマしてんじゃねえだろうな。落ち着いてください、おっちゃん。ここはまた私めだ。トキオのやつ、バカラネストにいるんだって。雨宿りだってさ、嘘くさ。あのネストを仕切っているのはネッピウルファミリーです。厄介なことになるのでは。ネッピウルって、なんでの、今のボス？なんで、誰だ？2年2ヶ月と17日前にマイケル様がゴミ溜めに捨てた元副隊長です。ああ、ま、大丈夫なんじゃない。ランゲなら今頃荒野でのたれ死んでるわよ。ちくしょう、死ぬかと思ったぜ。エンダーズに襲われてバイクを破壊された時はもうダメかと思いましたわ。ロックタウンでお土産に。おい、野菜は食い飽きた。肉を食わせろ、肉を。まだ見てるの？彼方と私の思い出ですせっかくだから少し勝負していこうか。また会ったな。え、あなたは。貴様とは縁があるようだ。緊張しているようだが、カジノは初めてか？あ、はい。我もだ。また会いましたね、ノワール。はい、シュネ。どうぞ。あれ、残念だったな。次は我の番だ。ああ、そっちだったか。一発ドカン、意外と地味です。文明崩壊以前に全人類が熱狂したと伝えられるメンタルデストロイヤーという名の遊戯。あなたたちはどうしてここに？天気予報が外れたので。シュネイは？私は鍵を探しに。鍵？そう、マイロードが求めし鍵。シュネイのマスターはお家の鍵をなくしたのですか？そう、マイロードは鍵をなくして夕闇の中。それゆえに割と簡単に騙されるので、つけ込むならそこです。久しぶりの高生肉、ビビですわ。たく、ボスにはどやされるわ。コーヒーは買い直さなきゃなんねえわ。最悪だぜ。それもこれも全部逃げたメイガスどもの。次は別のゲーム、リムーブグランマはどうか？俺はもうすっからかんだから。何するの？てめえ、よくも逃げやがったな。お前は俺のもんだ。そんな、私は誰のものでもない。所有権は俺にだ。これがその権利書よ。それはキャリアに乗せる際の同意書だと言うからサインしたのよ。彼女を知っているのか？ノワールは
ってはおけない。やめろランゲ。ああ、おめえカナタじゃねえか。なんでここにいるんだ。面白え、おめえにこの権利書買い戻せんのか。俺が勝った。いや俺だ。人気じゃねえか。え、歌姫さんよ。だったらこうしようぜ。ただのオークションじゃすまんねえ。ここはありとあらゆるものが賭けの対象となるバカラネストだ。俺が胴元になる。このメイガスが欲しいやつはエントリーフィーを払え。この権利書をかけてコビンでバトルロワイヤルだ。俺も欲しいやつは僕のものだ。おい、逃さないわよ。賭けに乗るやつはもういねえか。いかぬのか。参加しようにも先全部吸っちゃったから。私に任せてください。待ってろよガスメーカー。これはまずいのでは。うせえ、黙ってろ。とても大事なものです。すまないノアル、後で絶対に買い戻すから。はい、カナタを信じます。やろう、歌姫を我が物にしたいか。本気で潰し合え。俺を楽しませろ。改めてルールの説明します。何でもありのバトルロワイヤル、エントリーフィーさえ払えば誰でも途中からでも参加 OK。 最後まで残った1機がエントリーフィーを総取りした上にシエルの権利書を手にできます。そのままマスターになるもよし、権利書を売るもよし、お望み通り取る返しだ。いつか素敵なマスターと巡り合うのが私の夢なの。こんなくだらない賭けでシエルの夢を壊させはしない。よし、次。どれも大した相手ではなさそうですが。のようだな。もう武器はねえだろうが、エクボ。まだ終わりじゃ
マイロード。私はノワールです。あらほろひれね、覚えてろ。決着をつけたようだな。あなたのおかげです。ならば我の用は済んだ。また会おう。Đời hốc mình không được tiền của đấy nhỉ. 500 đấy.
anh nhỉ. Để tiếp. Amazon mất nhà này. Mất đâu? Mất. Bỏ lại thằng đấy sao mà ăn được? ăn em mình ăn xin chó này phải đi phạt chụp mày thật. Tele về trong mất mẹ luôn. Ô chó gì đấy. Rồi nhờn làm gì khó nha. Gọi là chậm quả sâu á. Chỉ buộc kèo xong thua. Yeah. Cào sức hết người ngay. Lùa đi. Làm tốt về một win không.